はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ニキータです。9月27日金曜日のモスクワの日中の気温は19度、最低気温は14度となっております。日本では今日石破新自民党総裁が誕生しましたね。石破さんは15年ほど前には SNS で人気が高かったことは記憶していますが、今後この新総裁の誕生で日本がどう変わるのか、あるいは岸田路線を引き継ぐのかは分かりませんが、先日ある方から日本の中枢となる部分はしっかりと世界情勢を認識しているという話をお伺いいたしまして、少し安心しました。その認識をベースに良い方向へと国を導いてほしいと願う次第です。ということで、今回も時事ネタをお届けいたします。いつものようにどうぞラジオ感覚で最後までお付き合いください。先週の土曜版で告知しました通り、ウクライナ戦争の戦況については別途日曜版として短くお伝えすることにしますので、戦況にご関心のある方は申し訳ありませんが、明日の日曜版でチェックいただくようお願いいたします。さて、ゼレンスキー氏の訪米について水曜版でお伝えしましたが、この原稿を書いている26日木曜日にバイデン大統領とゼレンスキー氏が会談を行いました。ということで、今回は引き続き少しだけですが、ゼレンスキー氏の訪米に関する話、そしてバイデン政権にブレーキをかけたロシア発の情報についてお伝えしたく思います。会談は26日に行われましたが、米国との時差の関係でこちらで第一報が出だしたのが日をまたいだ27日金曜日の夜更けでしたので、その時点での情報からお伝えいたします。しかし、会談の中身は期待していたものではありませんでした。例えばタス通信は、バイデン大統領は10月12日にドイツでウクライナに関するコンタクトグループの首脳級会合を開催し、そこで両首脳が協議の進歩状況を評価し、ウクライナへのさらなる支援について外国パートナーとの行動を調整すると、いまいちピンとこない声明を紹介している程度で、ゼレンスキー氏の勝利の計画についてバイデン大統領はうまく逃げ切ったような印象を受けております。というのも、前日に行われた国連総会でこの二人は会っているのですが、その際にゼレンスキー氏が勝利の計画の話を持ち出すと、バイデン大統領は明日ホワイトハウスで話そうとうまくゼレンスキー氏をかわしていたからですが、そのホワイトハウスでの会談でも特に協議せず、10月12日のドイツに先延ばししたということからも、ゼレンスキー氏の交渉して承諾を得る作戦は失敗したということなのかもしれません。まあ、真相はまだわかりませんので、今後もし重要な情報がありましたら改めてお伝えしたく思います。水曜版でゼレンスキー氏がペンシルバニア州の軍事工場を訪問し、それが民主党候補のカマラ・ハリス氏を応援することになるとの批判コメントをお伝えしましたが、共和党がやはり激怒した模様です。共和党のマイク・ジョンソン下院議長はゼレンスキー氏に対し次のような公式書簡を送ったそうです。ゼレンスキー大統領、あなたのペンシルバニア州の軍事工場訪問は明らかに党派的な選挙イベントであり、米国選挙への干渉です。私はこの訪問を企画したオクサーナ・マルカーロは中米ウクライナ大使の即時解任を要求します。このマルカーロは中米ウクライナ大使はまさにバイデン民主党にべったりな大使で、将来のポストゼレンスキーの傀儡政権の首相候補にも名前が挙がっていましたが、彼女がこの訪問を企画していたのですね。確かに今回写真での露出が多かったように思いますが、下院議長から解雇を要求されるほど共和党を激怒させたことは大失敗と思われます。ゼレンスキー氏が今後この要請に従い、この中米大使を更迭するのかどうかが見ものです。またゼレンスキー氏は25日の国連総会で自身の和平案を押し通したいがため、和平交渉を手助けしようと乗り出しているイラン、中国、ブラジルなどのブリックス諸国に対し、ロシア、イラン間の個別の国連憲章や中国、ブラジル間の個別の国連憲章は存在しないと発言し、これらの国々を敵に回してしまいました。まるで自身の和平案のみが唯一の国連憲章だと言わんばかりですが、中国の王毅外相はゼレンスキー氏のこの演説には出席せず、同じ時間帯にロシアのセルゲイ・ラブロフ外相との会談を行っていました。そして国連総会で象徴的だったのは、ロシアのワシーリー・ネベンジャ国連大使の発言でした。この演説だけでも動画一本の価値はあるかとも思えた内容でした。長いですので一部を抜粋してお伝えしますが、ゼレンスキー氏らを前に次のように語っていました。ちなみにゼレンスキー氏らは話の途中で退席したようです。西側諸国のシュプレヒコールでは、ネオナチキエフ政権下のウクライナがロシアの侵略の無実の犠牲者であり、米国とその同盟国が平和維持者であると表現されているが、これほど真実からかけ離れたものはない。今は一人の男の独裁国家となり、自らの権力を維持し、盲目的に西側諸国に同調し、国全体が地に溢れ、国から逃げる時間のなかった
若いウクライナ人全員を犠牲にするだけでなく、世界を第三次世界大戦の奈落の底に追い込もうとしている。もし西側陣営が現在の元政主要であるキエフ政権を平和的に取り除くことを許さなかったなら、またワシントンとその衛星国の地政学的、経済的側面が依然として救済よりも重要であるならば、我々はその課題が軍事的手段によって解決されるまで特別軍事作戦を継続するだろう。もし我々には他に平和を達成する方法がないのなら。以上ですが、その他にも過去にゼレンスキー氏がロシア語を母国語とするドンバス住民をかばう発言をしていたことや、2019年の大統領選挙前にドンバス紛争の交渉による平和的解決の公約を掲げ、見事当選を果たしたものの全く実現していない話など、彼の歴史の一部を赤裸々に語り、まさに非常に印象に残るスピーチでした。ますます不利な状況に追い込まれたゼレンスキー氏ですが、唯一のアピールできるニュースは約80億ドルの軍事援助を取り付けた点でしょうか。しかしその内訳は、55億ドルは以前に議会により承認された分でして、1億ドルを除いて米国の新会計年度の10月1日には消滅する可能性もあるため、国防総省が議会に対しこれらの資金を保存するよう要請しなければなりませんし、軍事支援もほとんどがこの金額相当の米軍在庫の武器装備の譲渡で、米軍は譲渡した分だけ新品を購入するというもので、また残りの24億ドルは米国の軍産複合体へ発注する形になりますが、武器を受け取る時期は来年末以降になるという話もあります。さて、このように4回目となる今回の訪米は散々な結果に終わりつつありますが、今回バイデン大統領がゼレンスキー氏の勝利の計画の話、そしてロシア領土への NATO の長距離ミサイルによる攻撃の承諾から逃げた背景には、ロシアからのかなりのプレッシャーがあったようです。ゼレンスキー氏がバイデン大統領と会談を行った26日、ロシアでは核ドクトリンの変更に関する話題が報じられました。26日付のリアノーボス氏によりますと、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領府報道官は、ロシアの核ドクトリンの変更は非友好国へのシグナルであると述べたと報じました。ペスコフ報道官は、これはこれらの非友好国に対し、核兵器に限らず様々な手段による我が国への攻撃に参加した場合の結果を警告するシグナルですと語り、非公式に核ドクトリンと呼ばれるものは、軍事ドクトリンと核抑止の分野における国家政策の基本という2つのドキュメントで構成されているが、プーチン大統領は後者に調整を施し、後日公表する予定ですと語っています。ペスコフ報道官が語った2つのいわゆる核ドクトリンですが、1つ目は2014年12月25日に修正され、プーチン大統領により署名されたロシア連邦の軍事協議軍事ドクトリンです。この中の第27項には次のように規定されています。ロシア連邦はロシア連邦及びまたはその同盟国に対する核兵器及びその他の種類の大量破壊兵器の使用に応じて、また国の存在自体に脅威をもたらす通常兵器を使用してのロシアへの侵略が行われた場合に、核兵器を使用する権利を留保する。核兵器の使用の決定はロシア連邦大統領が行う。以上ですが、このように敵国により核兵器または大量破壊兵器で攻撃を受けた場合、そして通常兵器でも国家の存続に脅威をもたらす場合に、ロシアは核兵器を使用すると、この協議ドクトリンでは規定しています。注目すべきは、この軍事ドクトリンは2014年12月に修正されている点です。この年の2月に、ご存知のようにウクライナではマイダン革命が起き、そして政権転覆が起きてキエフ政権が誕生したわけですが、この時ロシア側はすでに背景に戦争屋がいることを見越して、防衛のレベルを一つ上げたように思われます。そしてもう一つのドキュメントですが、以前にもお伝えしましたが、ご覧になられてない方のために改めてお伝えしますと、2020年6月2日にプーチン大統領により署名された核抑止分野におけるロシア連邦の国家政策の基本に関するロシア連邦大統領令第355号になります。この中の第3章、ロシア連邦が核使用へ移行する条件の第19項に次の4つの条件を規定しています。 A、ロシア連邦及びまたはその同盟国の領土を攻撃する弾道ミサイルの発射に関して信頼できる情報が入った時。 B、 ロシア連邦及びまたはその同盟国の領土において敵が核兵器またはその他の種類の大量破壊兵器を使用した場合。 C、
その損害がロシアの核戦力の報復行動に支障をもたらす、ロシアの重要な国家施設または軍事施設に対する敵の攻撃、 D 国家の存立そのものを脅かす通常兵器を使用してのロシアに対する侵略。以上ですが、軍事ドクトリンと重なる部分がありますが、新たに弾道ミサイルによる攻撃や国家や軍の重要施設による攻撃も核報復の条件に加わった形になります。この大統領令が施行された2020年といえば、まだミンスク合意に基づき話し合いによる解決へと向かっていた時期です。しかしこの時期にはすでに米軍のインストラクターがウクライナ軍兵士たちを訓練したり、またドンバス地方へのキエフ政権の武力攻撃もエスカレートしていった時期でした。その後の展開を予測して、あるいは戦争屋を牽制する意味でこの大統領令を発令させたのかもしれませんね。それでは今回の核ドクトリンの修正でどのように変更されるのでしょうか。まだ変更内容の全貌は明らかになっていませんが、今週の25日に開かれた安全保障理事会常任会議の会合でプーチン大統領が少し触れていますので、そこからお伝えしたく思います。プーチン大統領によれば、変更を行うのは大統領令第355号の方だそうですが、ざっくりと言って3つのポイントがあります。1つ目ですが、隣国のパートナーであるベラルーシもロシアと同等に含めたという点です。現行の核ドクトリンではロシアとその同盟国と謳っていますが、今回はベラルーシと国名を明記することになるそうです。プーチン大統領は連合国家の一員としてロシアとベラルーシに対する侵略の場合には核兵器を使用する権利を留保すると語り、このことについてはベラルーシのルカシェンコ大統領との間で全ての問題は合意されていると発言しています。ベラルーシについては、現行の軍事ドクトリンの第25項では、ロシア連邦は集団安全保障条約機構 CSTO 加盟国に対する武力攻撃を全ての加盟国に対する侵略とみなし、この場合には集団安全保障条約に従って措置を講じると規定しています。この CSTO にはロシアの他にカザフスタン、アルメニア、キルギスなど6カ国が加盟していますが、もちろんベラルーシも加盟しています。ですので改めて修正する必要はないのではとも思いますが、今回は緊迫する情勢を考慮して各核使用の協議に加えたということなのでしょう。キエフ政権は最後の戦いとしてクルスク侵攻作戦を展開しましたが、実はベラルーシ国境でもウクライナ軍が集結しているとの情報が以前ありまして、ベラルーシ軍が軍隊をウクライナとの国境へと配備する事態が生じていました。ですので戦況拡大を狙うゼレンスキー氏や西側戦争屋が次に仕掛ける可能性も考慮して事前に手を打ったということなのでしょうか。そして二つ目のポイントですが、核を保有しない国によるロシアへの侵略は核保有国の参加または支援がある場合、ロシアに対する共同攻撃とみなすことを提案したとのことです。核を保有しない国といえばまさにウクライナのことであり、核保有国の参加または支援ということは米国、英国、フランスなどを指しているのは明白です。これはまさにロシア領土への NATO の長距離ミサイルを使用した攻撃に対するカウンターパートとも言える条件です。キエフ政権が今後米国製 ATACMS や英国フランス製のストームシャドウスカルプを使い攻撃した場合、この条件が適用されることとなり、供給した国がロシアの核攻撃のターゲットとなる可能性も否めません。そして3つ目ですが、大統領令第355号の第19項の A、 ロシア連邦及びまたはその同盟国の領土を攻撃する弾道ミサイルの発射に関して信頼できる情報が入った時という項目に修正過失を加えた内容で、アップグレード版では航空宇宙攻撃兵器を相手が大量発射した場合、そしてそれらが国境を越えるという確実な情報が得られた場合、核報復の条件となるとのことですが、プーチン大統領は具体的に戦略的戦術的航空機、巡航ミサイル、無人航空機、超音速及びその他の飛行物体を指しますと語っています。ウクライナ軍は航空宇宙攻撃兵器を大量に発射などできませんので、明らかに NATO による空からの攻撃を抑止する意味合いが強いと思います。今までも国会方面で米国の偵察機が上空を幾度となく飛行してきていますし、今後のエスカレーションを警戒しての修正といったところでしょうか。このようにプーチン大統領が核ドクトリンのアップグレードを発表したわけですが、やはりゼレンスキー氏が訪米しているタイミングを狙ってこの情報を発信し、バイデン政権に圧力をかけるところに外交のうまさが光っているように思います。まさにローシカダラガクアベード、直訳するとスプーンはランチに必要となるロシアのことわざですが、スプーンは食事の時以外は必要ありません。
つまり物、知識、行動などはそれを動かすことで意味を成すということわざです。情報をスプーンに例えると最適のタイミングで流すことでその価値が最も効果的に生かされます。話を元に戻しますと、西側メディアはおそらく核の恫喝とか言い出すかもしれませんが、安全保障会議でプーチン大統領は核兵器使用の基本原則は固定されており、核戦力の使用は国の主権を守るための極端な手段であり、常に最大限の責任を持ってこの問題に取り組んできたことを強調させていただきたいと語り、世界の戦略的平等と勢力均等を維持するための手段であるとも発言しています。その後の発言でも、この修正はロシアと同盟国に対する新たな軍事的脅威とリスクが生じている中で、ロシアの現在の軍事的脅威とリスクに比例した行為であり、状況の展開を予測し、それに応じて戦略的計画文書の規定を現実に適用させることが重要なのですと語っています。核ドクトリンの修正をプーチン大統領が口に出したのは今年の6月頃でしたが、やはり修正に向け着々と動いていたのですね。有言実行とはまさにこのことです。しかしあくまでも抑止力ですので、逆に言えば相手側が特にこれに触発することをしない限り核は使わないという意思表示でもあります。世界を巻き込む大戦争に発展しないためにも、今後挑発する行為だけは避けてほしいと願う今日この頃です。というわけで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルの登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。